今日はアメリカアマゾンでですね、カナダアマゾンへ販売できますよというメールが届いている方が結構いらっしゃると思います。これはそのままスルーしてください。グローバル FBA とかですね、この口座がアメリカの口座でカナダに売れるとか、まあ、一見便利そうで良さそうなんですけど、あんまり、売り主側にメリットはないです。なぜならですね、これ販売して返品を受けてみて、まあ、びっくりしたというか分かったんですけど、なんと国際送料、返品の国際送料がですね、売り主負担になります。だから例えば、3000円のものを、買い主さんが、3000円の送料を払って買ったと。商品が壊れてると言って返品されたら、3000円の国際送料、往復分、6000円分をですね、Amazon の方に払わなきゃいけないと。まあ、アマゾンの方に払わなきゃいけないって、まあ、アマゾンも別に払ったわけでしょうけどね。何しろその負担が、売り主の負担になります。で、これね、FBA ってのは何しろ返品が簡単にできるんで、割とよくあります。だ国際送料ね、かかっても買う人いるんだなぁなんて思ったら返品くらって、なんでこんな売上より多い金額引かれてるんですかって質問が何件かあって分かったんですけど、全然割に合わないです。カナダで売りたいんだったら、カナダのアマゾンに登録して売り出した方が全然いいですね。まあ、ただ市場もちっちゃいんで、まあ、カナダで高く売れる商品が見つかった人だけにしといた方がいいでしょうね。わざわざ積極的にやることじゃないです。まず、何しろ、たまに eBay の話もしてます。人によってね、してる方もいますんで。それからカナダのアマゾンでも売ってる方もいます。ただ、何はともあれ、まずアメリカアマゾンで10万円稼ぐってのはですね、これは誰でもできることなんで、まずそれが終わってから、カナダとか eBay とか行った方がいいです。それも私の方に相談していただければ、あるいは私の方から進めますんで、それまではアメリカアマゾン1本で行ってください。今回このカナダね、一見便利そうなんで登録しちゃう方いると思うんですけど、売れたと思って喜んでたらその返品食らって送料で全部吹っ飛びますんで、初めから登録しない方がいいです。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。